野です。久しぶりです。はい、元気だけはいろいろと今回活躍されてる。いえ。おお、今は何を？今ですね、ブロッコリーの収穫と、あ、ブロッコリー、うわー、そっか。あとネギはもうそろそろ始まるんで。去年どうでした、ネギは？去年はまあ1年目にしたら、いい感じで、まあまあかな。あー、すごい。したらそのまま継続していくような感じ。継続で。木村がですね、作ったんですよ、商品化して。へー、これも直で、本当だ。へー、すごい。あのカットしたやつをこれに入れて、で出荷してるんです。ほー、お店に、はいはいはい、近場のお店にとりあえず置いてもらって。へー、今年雨ってこっちは当たったんですか？いや、ひどいです。あ、やっぱそうだったんですね。ひどいです。へー、ブロッコリーもかなりもう雨で腐れたりとかして、あと大豆の畑とかも、はいはい、あの川も溢れちゃって。うわ、やっぱそうだったんだ。土砂とか、ああ、もう入ってきちゃったんだ。はい。ああ。まあ YouTube でも見ましたけどね、あの被害。被害物。結構もう道内あちこち、まあ道内とか日本、東北もそうですけど。あの雨でやられましたね、結構。ブロッコリーも今年増やしたんですよ、ね。ああ、そうなんですか。去年、去年も増やして、今年も。いけるべと思って増やしたんですけど、調子悪くて、まあでも今年はこれが、形になって、今スタートできたっていう段階。今回僕来たのは、北海道の一次産業者を主体とした団体を作ろうと思って、北産レボ会っていうのを作ってんですよ。北海道の食産業から革命を起こすっていうレボリューションのレボを取ってんですけど、そこにぜひ参加してくれないかなと。他のね、職業と、なかなかね、こう話す機会とかもないんで、漁師さんとか、はいはい、まあ思いが一緒のような人たちと話すっていう、そんな感じを作りたいと思って今回ってますね。ぜひちょっと協力できれば、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。どっちでも大丈夫です。これうちのペンですか？あ、うちのです。あ、なんかアベファームさんと被りそうだな。森ファームって 逆にここに書く。すげえ、すげえ。ファーム仲間が。これなんか続きそうっすね。ファームみたいな。パステルアート作家みたいな。その人がね、去年かな、絵本を作りたいで、全国の図書館に絵本を寄贈したいみたいな。クラウドファンディングやったんですよ。で、僕もその時この地域のなんかイベントをやるのにクラウドファンディング個人的にやってて、ちょうどクラウドファンディング仲間みたいな。そう、価値観がその人とあって、で、その価値観って何かっていうと、この8種類のブロッコリーがいるんですよね。8人のブロッコリー、多種多様ないろんな才能を持ったブロッコリーたちなんですよ。いろんなこう知能を持ってる掛け合わせで人間のはできてるみたいな。難しい。そういう一人の人間、まあこのどれか一つじゃないよってことですね。一人の人間が、そうそうそう、このパーセンテージがどんだけ多いか。ああ、そういうことか。僕もこの多様っていう言葉が好きなんで、はいはい、本当はあのね、なんかシャレでっていうか、あの子供がブロッコリーのこと間違ってブリッコリーって言ったんですよ。最初ね、ブリッコリーちゃんを作ろうと思ったんですよね。面白いと思って。いいっすね。今は普通に製品として農協出荷しているものをその分だけ避けて自分らでカットして、既製品の袋にシール貼って、はいはい、地道にやってるだけ。いつも言ってるんですけど、こんなもん考える人だいくらでもいたと思うんですよ。要は生のカットってブロッコリー出して鮮度保持に入れて、茹でたら水溶性のビタミン流れちゃうから栄養素落ちるよねぐらいはみんな知ってて、じゃあなんでやんなかったんだろうっていうのがずっと疑問だったんですよ。なんでないんだろうって。生のカットブロッコリーってないじゃないですか、あんまり。冷凍で、外国産の冷凍でローソンとかに普通158円とかで売ってるのと
はあるんですけど、うん、それとはちょっとなんか種類が違うなと思ってて、なんかあるんだろうなと思ってやってみてるんですけど、はい、何もないですよね。落とし穴もなくて、なんでだろうっていう感じっていうイメージ、ね、まあ大変もちろんその人が必要とかあるけど、はい、それが形になれば普通に利益が上がるし、なんでやんながいいんだろうな、いや今までの何年もある歴史の、まあ、こういう資材が昔はなかったってのもちろんあると思うんですけど、農家もそうだし市場もそうだけど、今までうまくいってたからそれでやっぱりやりたいっていうのは本能する人間の、うん、まあ、確かに僕はそのそれが当たり前が染み付いてないから、うん、農家もともと農家じゃないから、でもそれが絶対大事ですよね。そうそうそう、今後は、うん、だからそこは絶対こう染まっちゃいけないと思いながらやってる、うん、そこしか貢献できないから逆に、うん、今から農家さんのあの技術を追いつこうと思って無理じゃないですか、うん、いや本当に これと出会えただけで可能性めちゃくちゃ広がりましたよ。あ、うん、面白いですね、うん、そうしたら農業従事者、農家になりたいっていう人は農業をやるじゃない部分での就職っていうのは可能性はあると思うんですかね。そうそうそう、僕はそうしたいと思ってますよ、ね、うん、生産と、うん、まあ、要は販売大きく分けたんですよ、はい、もっとその細かいのもちろんあるけど、うん、みたいなところの要は販売部門に就職するみたいな、うん、まあ、うん、この部門間の例えば移動とか出てきたりとか、うん、生産部門行ってこいとかでまた戻ってきてとか、うん、そういうのができてくれば、その考えでいくと個人農家の件数を多くするっていうよりは法人農家を多くする方がうまくいくような感じがするっていうイメージですかね。僕の感覚、うん、農家の感覚は分かんないけど、うん、僕の感覚からするとみんな一緒にやった方がいいと思います、ね、うん、僕もなんかそこがどっちなんだろうなっていうのすごい回ってる中でも分からない部分だったんですよね。でもやっぱ途中で強く思ったのは法人農家を増やす方がいいだろうなって思いましたね、機械類にしても何にしても、うんうんうん、ただそれがうまくいかないのは人なんだろうなっていうのはあるし、うん、いや本当も人ですよ、うん、前から聞いてた人不足と、うん、まあ、天候に左右されるは、あ、本当にそうなんだなと思いますよいやいやそんなことってどうにか仕組みでとか思ったけど、うん、やっぱり本当それが全てだと思います。要はまあ単純な作業員がたくさんいればっていうのももちろんそうだけど、うん、その部門のプロフェッショナルがいるとか、社長しか今できない仕事ができる人がいれば、はい、まあ、単純に余白ができて全体を見渡せる時間ができて、未来を見渡せる時間ができて新しいことを考える時間ができるとかもそうだし、うん、まあ、僕なんかも総合職で全部やってるわけです。ちょこっとずつやってるけど、うん、はい、本来こういう方に全振りした方が会社のためにもなるんですよ、うん、それは明らかだけど、うん、今人材不足で生産の方に関わってる時間がもう多数、そこがプロフェッショナルできる人材がいれば、もちろん規模もでかくしていかなきゃいけない、うん、そうなれば、うん、でなればこういう方に得意なことに精力を捧げられるみたいな、うん、もう本当全てが人、難しいですよね。1年に1回のチャレンジはし、いや それが本当むずいと思う。もうあと何十回っていう風になると無理だなって思っちゃいますよね一発勝負っていうのは辛いですよね。もう春先にこの量植えちゃったらこの分出荷しなきゃいけないみたいな、その一発勝負はすごく辛い。で来年の作付けとかはもうこの大変な時期にしなきゃいけないわけです。あ、考えてられないじゃないですか。あ、そうなるとやっぱ毎年同じサイクルになりそうですもんね。だからやんなきゃいけないこととかをスルーしちゃうっていうか、うん、なんかやんなきゃいけないことはスルーしないですよ多分。今やんなきゃいけないことって、だけど本当に大事なことって未来のこと考える時間、まあね、要は余白が必要なんで、うん、未来のこと考えてないってことは未来何も変わらないから、うん、今の繰り返し、去年の同じ、まあ、作付けの面積がちょっと変わるとか、うん、そのぐらいで結局変わらずにいってしまうから、うん、だからこういうのも、まあ、今年いいかって流して、ああ、まあ、みたいなのが続いてるみたいな。そうですよ ね、 そうですよね。まあしてそのうちも、まあ一回今もいや、そうですよね。いや、そういうのが、うん、僕が分かるって言ったらあれですけど、いや、まあ、実際にやってみて、農業にそうですよ、ね、人間ってそういうもんなんで、うん、よしやるぞっつっても結局戻ってきちゃうんでやっぱ一歩動き出したことによってやっぱかなり余白というよりも可能性が見えてくるってことですよね。余白はないですけど、うん、そういうことですね。だから余白はないんだけど可能性は見えるっていう、そこに余白を生んでくればその可能性がもっと現実的にどん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 広がっていくってことですね。
いや、こんな本当にこんなもん誰でもできることなんで、本当に一歩、本当にこれが何もすごいと思ってないんだけど、まあ、とりあえず一歩なのか半歩なのかわかんないですけど、まあ、1ミリぐらいは進んだかなと思うんで、まあ、でも考えついたことをちょっとね形にしていってって感じです。でも大きく失敗できないから、そうですね、できる範囲でみたいな、まあ、そういうのを積み重ねていったときに、よし一発チャレンジ、ガツンと投資してみようかみたいなのが、多分数年中にあるんじゃないかなと。あ、はい、流通考えてください。いや、本当そうですね。キャンピングカーであれで運んでください。マイクロバスにしないとダメです。冷蔵庫入れておいてもらえれば。あ、ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。マイクロバスなんだよな、やっぱり次は。いや、なんか、いや、もうちょっと関係ないですけど、はい、マイクロバスで今思いついたんですけど、思いついたっていうか、何も思いついてないですけど。ちょっと、食べてもらいたいものもあるんですよ。食べてもらいたい。企画で。え？ネニマ。うちのネニと、はい、近所の豚屋さん、まだ昨日やってみて、すごっ。作ってみて、すごっ。